せっかく両国で大相撲を楽しむんだから、その前にまずは腹ごしらえでちゃんこということで、相撲茶屋寺尾まで行ってきました。 JR 両国西口からすぐのところにこのちゃんこ霧島さんがあるんですが、このお店を右手に見て南下していくと本当にもう2分ぐらいでお店に着きます。当日ランチの予約をしたんですけれども、なんとか席を抑えることができました。いいですね、両国って感じですよね。こうやって街の至る所にお相撲さん関連のものが感じられるというのもこの土地ならではです。さあ、そしてこの奥見えてきました。今ちょうどね、看板で寺尾っていうふうに書いてありましたけれども、はい、こちらです。このビルのちょっと奥まったところが入り口なんですよね。早速入っていきましょう。予約した時間が12時過ぎだったんですけれども、もうこのお店一歩足を踏み入れた時からあまりにもいい香りがしていて、これはお腹空いちゃうなっていう感じで席に着いてました。あの現役時代の寺尾とか千代の富士って、もう土俵に上がっても割とこう締まった筋肉でかっこいいなっていう風に見ていた幼心にそんな記憶があります。で、先ほどのメニューなんですけれども、サービスちゃんこ鍋っていうのが1人前1100円ということなので、今回は子供も含めての3人だったので、醤油を1つとそれから味噌を1つ頼んでみました。まずこちらがね、醤油ですね。これ後から気づいたんですけれど、見えますか、この上の方に白い星が見えるの、これ大根を星型にカットしてるんですけれども、白星ですよね。これ最初あれ、子供がいるからお星様の形にカットしてくれたのかなってちょっと思ったんですけれど、あ、違う、白星だと思って、両方入ってました、お味噌の方にも。こちらが味噌味です。味噌味は締めに中華麺を選びました。ほどなくしてもうグツグツいい感じに煮込まれてきました。ちなみにこのお店はお座敷とテーブル席両方あるんですが、お座敷の方は子連れの方も結構いらっしゃいました。この見え隠れする白星がいい具合にまた出汁の色に染まってきてます。最近私が YouTube 用によく撮影するから、子供がいつの間にか私の携帯で撮ってました。めちゃくちゃ美味しいです。お醤油の方が甘みが結構あって、みりんの甘みが濃いのかな、ものすごく美味しいです。美味しそうな白干しです。さあ、そしていよいよ来ました、締めタイムです。お醤油には、雑炊、そして味噌の方には中華鍋ね。これいいですね、この溶き卵を作る時のこの高揚感。お蕎麦欲しい？じゃあお蕎麦も作ろうね。よいしょ、麺食べたいでしょう。麺食べる。これ待って、もうちょっとね、もうちょっとしたらごめんなさい、ありがとう、ありがとう。いや、もうこの締めまで素晴らしかった、美味しかったです。ぜひ両国駅からもうすぐなので、一度ちゃんこ鍋行ってみてください。寺尾さんのお店おすすめです。本当に美味しくいただきました。